忠勝らの働きにより信長は窮地を脱した。徳川軍は体制を立て直すため三河に戻った。一方戦国の巨獣武田信玄がこの間隙を縫って上洛を果たさんと動き出す。武田軍は破竹の勢いで南下、徳川の領地に迫るのだった。負けねば勝つと判じるか、いや勝てば負けぬと判じるのか。第3話、三方ヶ原の戦い。何時一年にて忠勝を超えよう。信玄にしてやられたというわけか。だが、もう危険だ。全軍、むやみに動くな。敵軍を立ち上げるのだ。山田軍、攻撃を始め。ふざけおって。こら、待て、止まれ。主君も未熟なれば、家臣もまたか。刺されてる。わしの過ぎたる者とは、お主のことよ。敵将、打ち取ったい。私の遅れは取りません。家康よ、おこともなかなかやるのか。じゃがな、もう手遅れよ、家康よ。迫力に気づくか。その姿、つらなく技を引き出されたのとし。これはどうです。全軍臨時を撃て。押されておるのか。見るな。さすがは父、お見事でございます。押されておるのか。ひるむな。お前を見れぬものよな。雪村、家康に頼みをさせてやり。私も忘れないでね。
勝を討ち取ったり。はっ、せっ、た遅れは取らぬ。敵将を討ち取ったり。はっ、せっ。実家に帰らせていただきます。我々も続いていくぞ。受けられるか。本田忠勝殿とお見受けするわ。いざ。押されたゆえ浅沼川の武者振り、その力の武者振りに値することになる。参れ。お見事な出来でございました。敵将を討ち取ったり。敵に背を向けるなど本意ではないが、遅れは取らぬぞ。続け。今はこれまで引かせていただく。しんがり戦場を去るは皆が引き去りしのち。さすがは父上、お見事でございます。Yeah!
敵将遅れは取らぬぞ、続け。お見事な腕前でございます。影の戦、この場にあらず。将軍、皆が引かれて引くわけにはいかない。お見事でございます。私にもっと力があれば引かずともよいはず。この戦、これでよしとせねばなるまい。勝敗は陛下の常。
たびは引くことこそ是となろう。この槍、全てを